はい、最後7分目いきたいと思います。 There are many Chinese restaurants in this city。 これいわゆるゼアイズゼアラー構文と呼ばれるものですね。何々があるという何かの存在を表すときに使われる文なんですが、これもまあちょっと語順が特殊なだけででしてね、語文系の中で分類できます。このゼアはじゃこれが主語ですかと言いますと、いやいやそれは違いますと。ゼアは主語にはなりません。ゼアはもともと副詞、そこにという副詞ですので、このゼアは、まあ、枕言葉のようについているだけで、主語の本体はもっと後ろにあります。まず動詞が B 動詞のアですね。そしてその後ろの部分に名詞があるはずです。メニーチャイニーズレストランズ、ここですね。このレストランが名詞なのでこいつが主語であると。メニーはたくさんの、チャイニーズ中国のということで、どちらもレストランを就職している形容詞ですね。たくさんの中華料理屋さんがアー、 B 動詞単独で使われておりますので、この B 動詞アーは1番であると。で1番の B 動詞ということは S が存在するという存在の B 動詞ですね。なのでたくさんの中華料理屋さんが存在しておりますと。 In this city が in プラス前置詞プラス名詞 this city で、この町の中には存在していますと。なのでたくさんの中華料理屋さんがこの町にはありますよという意味になるわけですね。じゃあこのゼアは一体何をしているんですかと言いますと、まあ導入の部分ですね。これから何かが存在しているということを述べますよという、聞いてる人呼んでる人にですね、心構えをしてもらうために置かれる枕言葉のようなものです。なので形としては「ゼア」1番の B 動詞、それから主語という、このように本来であれば S1 となるところが「ゼア 1S」と、S とですね動詞の立場が立ち位置が逆転してしまっている、それがまあこのちょっと変わった第一文型「ゼアイズ・ゼアラ」構文であります。